総大競走部は11月15日、ホームページを更新し、新しい学生幹部の発表を行い、第110代目となる新首相には男子110メートルハードルで今年の関東インカレを制した池田海が就任した。池田は愛媛県出身、愛媛・松山北高時代から14秒07をマークするなど期待をされてきた逸材で、昨年には13秒71をマークすると、 戦術の関東インカレでは13秒66にまでタイムを縮めている。池田はホームページで、演じを背負う覚悟の重さと早稲田大学競走部の代表である責任を強く感じています、とコメント。競走部で学んだことを生かしてそれぞれが社会をけん引する存在になることを私は強く願っています。まずは自分自身が体現できるように精進いたします。 と決意を語った。長距離首相には伊藤大使が就任1年次から学生三大駅伝に出走し箱根駅伝では2年連続で三条りの極を担当し今年2月の丸亀ハーフマラソンでは1時間1分50秒と快走した今期の駅伝でも出雲全日本で構想を続けており箱根での活躍も期待されているまた 女子主将は3年連続で関東インカレ100メートルに3年連続で入賞している鷺真彌子がついた。このほかスタッフも発表され、大前雄介氏が引き続き監督としてチームを指導。花田勝彦氏が駅伝監督を務める。総大競走部は大正3年、1914年に創部。三段跳びでオリンピック日本人初の金メダル獲得となった小田三生をはじめ、 西田周平、南部忠平らが名門への礎を築いた。箱根駅伝にも第1回大会から出場、その後も種目を問わず、日本陸上界の名選手を次々と輩出し、昨年の東京五輪には OB の大迫傑がマラソンで、現役では400メートルハードルの山内宏夢4、4×400 メートルリレーの伊藤陸也が出場している。